感じでレフトスタンドに突っ込んだからね、うん、この打率でこのホームラン数ってやっぱり何に強打力があるかということなんだから。高く上がった。野村がちょっと目測を誤りそうになったががっちりキャッチ。打率現在4割6厘ローズであります。今日試合前にはダントツの4割1分9厘リーディングヒッターのローズ、クリーンナップを打てるバッターは本当にいい打線ですからね。そうそう本当にね。サード下がって取った。ヘッドから1塁詰まらされてますよ。非常にタイミングが安心に取っていったけど、誰が一体このタイミングにね、ワンツースリーでドンピシャリバーッといくか。パンチ、お、やっぱり駒田さんじゃないですか。駒田選手ね、あ、球打ちの、つまりこの今バッターボックス駒田が最終技術であろう、ショートバウンドになりそうな球を片手で、先ほど、いや山内が打ちにくいんだよと、ね、いうことでありますが、さあその先陣を切っていくか、ね、まあタイミングが合えばね、ベテランの駒田がこの壁を打ち砕いていくか。引っ張った、どうですか、やっぱりライト前ヒット、考えてるんですよベンチの裏で。ヒット、これがベイスターズ対山内、今日初6点もらったんで、これからどう変わるか、変わるかが、まあ、注目だと思います。なるほど。それからあの前回6回3分の1で分けたそうなんですが、前回のそうか、今回じゃないですか、普通何ですか、完投を意識したペースだとか、なんとかっていうこの時代にもう飛ばすんだと、もうセットまで行きまいそうです。セットポジションからシュートを大きく一手をしての投球続いております。ロー2から、4番ブラックス、合計3つ、これでまた今フォーカウントは惜しい、だからこのぐらいならもう当たり前なんだというふうに思ってるんだよね、広島のベンチは。ながらという外れ、ベイスターズベンチが動いてまいります。仕掛けてきましたね近藤監督。ピンチヒッター鈴木貴則が告げられました。左の鈴木をここで持ってきました。今シーズンまだノーヒットではありますが、さあこの鈴木としてもなんとか結果を見せたいところ、出したいところであります。出されますかね、鈴木対山内。おーさあどうだ、前進した、落とした、尾形が落球、尾形のエラー、エラーですか、ヒットにしてほしいな。ヒットでもいいかなというような当たりでしたが、あのこれもギャンブルじゃないですけど、こう突っ込んできたわけですかね。ルーキーのマウンドに野手が集まりました。そして今ゆっくりと散っていきます。また仕掛けてきましたね近藤監督。さあ9番バッターに代わって原が左の打席です。2アウト3塁2塁、さあなおもベイスターズチャンスが続きます。近藤監督、この回勝負、この本当に1点入ったっていうのはいいですよ。やっぱ1本ヒットを打つとね、ストレートのフォアボールからね、なんとまあ相手のエラーまで誘ってね、先に1点をもらっちゃうからね、これもヒット出たらあれです、6対3ですよ、うん。ワンストライクから2球目、アウトコースいっぱい。本当にね、実際ね、そういうケースって非常に多いと思うんだね。肩で大きく息をしました、マウンド上の山内。ツーストライク追い込んでいます。おー、落としてきた。気合が全身にみなぎっております、マウンド上の山内。さあ4球目、ツーワンから高めのスリー、思わずバットが出た原であります。さ
カウントは変わりません。ツーストライク、ワンボール。ランナーは三塁二塁。高く上げました。やめますよ。風がある。正田が、うまく落下点。